日本に伝わってきた時の登り窯を再現しましてね、まあ、昔に立ち返って、薪で焼いてみようかなと思って。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。恵泉町の橋地区は古墳に備える土器とか作ってた場所なんですね。そういった地名にちなんで父の代から始めた窯なんです。成形の技法で言えば紐作りで練り付けっていうんですけども、まあ、古代からの技法になると思うんです。強く締まったところと締まってないところに、まあ、揺らぎって言いますかね、綺麗すぎないっていうか、本当の手作りって言いますか、自分の体全体で作っていくっていうか、私が未来に残したい風景は工房から見える山々です。自分自身の仕事を端的に見ることが大切だと思っているんですけど、どうしても視野が狭くなってしまいますのでね、仕事場に向かう時の朝とか、また仕事が終わった後にもう一度山を見るんですね。仕事前と仕事後のスイッチといいますかね、ルーティンになってると思います。